ジョルジュマリ・リドビク・ジュール・ギヌメールとして知られる第3飛行中隊に属し登場機には個別マークとしてビュー・チャールズの文字を記入していたフランス空軍第2位の54機の撃墜記録を持つが1917年ベルギー戦線で戦死した1894年12月24日フランスのパリに生まれるギンヌメール家は軍人の名門で父はポール・ギンヌメール リボンヌとオデットという二人の姉がいる。生まれつき病弱のため少年期は学校へ通うことが、1914年航空隊に入隊。当初は整備兵として配属された。1915年6月、第3飛行中隊に配属される MS の略号は、当時この部隊が、モラーヌ・ソルニエ機装備であったことを示す。ギヌメールは翌月、モラーヌ・ソルニエール型機で、最初の戦果を挙げた。 この時ギヌメールが登場していた機体は、マケドニア戦線に転属した飛行士、シャルル・ボナールが以前に使っていたもので、ボナールは機体に自らの使用機であることを示すためビュー・チャールズと書き入れていた。ビューとあるのは、ボナールより若い同盟の整備員がいたためと言われる。ギヌメールは弦を担ぎ、その後、機体を乗り換えてもこの名と基板にを記入し続けた。 1915年12月、部隊はニューポール機に機種改変され、n の3と解消された。より運動性の優れた戦闘機に乗り換えたことで、ギヌメールはスコアを伸ばし、1916年2月に撃墜数が5機と AS になり、1916年末には撃墜数が25機になった。1916年にギヌメールに 最新鋭機スパッド S7 の初期量産機が優先的に与えられた。後に、部隊全体もスパッド機装備となり、スパ、3となった。ルブールジェに展示されている、ギヌメールが使用した数機のスパッド S7 のうちの1機、排気管の下にビューチャールズの名、胴体に、部隊称のコウノトリと基板2が記入されている1917年には、大尉になり、コウノトリ部隊の指揮者になった。 1917年7月末にはフランスで最初の50機を撃墜したパイロットになった。1917年6月6日、後のドイツ2位のエースであるエルンストウーデット機と1対1の戦いを繰り広げたが、ウーデット機の機関銃が故障したのを見て、ギヌメールは手を引いた。この出来事は映画、華麗なる飛行機野郎でも語られるシーンがある。 常に連合国トップエースであったギヌメールにはすでに与えられる勲章もなくなり、戦死を恐れた軍部は再三広報勤務を進めたが、彼は軍人である父に全力を尽くしていないのなら何もしないのと同じですと、語り、きっぱり転属を断った。1917年9月11日朝、部下一機を連れ紹介飛行中、短期で飛行するドイツ軍偵察機を指認し、追撃するが、 上空から数機のドイツ戦闘機に襲いかかられた。部下は辛く物がれたが、その時には空中にギヌメール機は見当たらず、そしてついに基地にも帰還しなかった。最後の蒸気は、スパッド s ィン、シリアル S-504 基板2であったとされる。ドイツでは、ギヌメール機を撃墜したのは、第3中隊所属のクルトビッセマン中尉であったと発表された。ギヌメール機は皮肉にも墓場に墜落。 ドイツ軍により死亡が確認されたが、イギリス軍の砲撃で遺体を運び出せず、砲撃後は何もかもが消えていたとも言われる。国民的人気のあったギヌメールの喪失について、当時のフランスでは、ギヌメールはあまりにも高く飛びすぎて降りて来られなくなった、と語られた。ギヌメールはプライドが高く気象の激しい性格で、正面攻撃を得意とし、撃墜数54機はこの時点で、連合軍のトップエースであり、 人気者だった。冷静沈着な精密機械と評されたルネ・フォンクも、撃墜数は超えても、人気を超えることはできなかった。スパッド社の設計士、ルイ・ベシローとは、個人的に、親しい間柄で、スパッド S7 を元に 37mm、モーターカノンを装備した重戦闘機ス、パッド S12 型機は、ギヌメールの発案のもとに製作された。1916年末、 N3 揮官であったフェリックス・ブロカード隊は、ギヌメールを最も輝けるコウノトリと称賛した。ありがとうございます。